どうも、ホリーです。今日はですね、検証しててですね、これ全部私解放できるかなと思ったら、イゴールおじさんを倒しちゃっても13個までしかね、解放されないみたいですね。タスクを調べてみたんですけど、現状では14個目を解放するタスクが存在しないっぽいです。なんでね、思い切ってね、ちょっとね、あることをしてみようかなと思って。このゲーム、ワイプはないので、ちょっとね、セルフワイプ兼ねて、このデータをね、一回に、リセットしようかなと思いまして。まあ、どうせイゴールおじさん殺すぐらいだったら、イゴールおじさんへ残してた方がね、いろんなね、物資ね、もらえますし、結構ね、有利なんでね、と思ってね、今、この動画撮ってます。はい。ということで、最初から今始めました。まだね、ハードコアモードね、選べないんですよね。これ解放すると面白いんですけど。ちなみに私、最初はですね、確かこれでやってましたね。これ、あ、これじゃない。こっちか。こっちでやってました。で、ハンドガンは売っちゃいましたね。で、こんな感じにね、AK でいくか、近接系の武器。このまま確かね、手に入るはずですね。タスクでね、手に入りますね。これも、これはね、最初期の防具は基本的にその場の限定なんで、確かね、この防具はね、手に入んないはずですね。今回はね、6番目の、兵兵車で、やっていこうかと思います。あなたは基地に来ました。ここから始まります。まあ、初期装備はこんな感じです。始めたばっかりなんで、何もありません。スタッシュも空です。とりあえず装備しましょう。装備しないことには始まりませんので。あと、食料は一旦置いといて。17キロまで持てるって設定ですね。全部食べた状態で。回復とかはね、一応セットしといて。水もね、今回はちょっと置いておいて、これだけでいきましょう。で、それ、必ずリロードしましょう。まだね、何もないので、包帯くらいしか作れませんし、弾は全然作れません。パンもね、基本的には何もない状態なんで、まあ、食料をそうですね、作るんだったら、まあ、金かかりますけど。これで、フード。サンドイッチ作った方が、まだね、持つんで。しばらくは、これで、そうですね。このパックからおさらばするために。このパック、バックワンをね、目指していきたいかな。カルツくんお金稼いで、これと、ポリスアーマー、これを買っていけるぐらいまではいきたい。あとね、頭のこの装備も一応、そのうち変えたら、と思います。まずはですね、タスク。一番最初のタスクをやるのに、ワープからやっていきます。最初はね、フォレスト行って脱出してこいっていう、初心者あるあるですね。をやっていきます。で、こっちはもう、お肉をくださいっていうやつがあるんで、受けていきます。で、この状態だったらまだね、上に行こうとすると、まだ止まれ、まだお前にはここは早いみたいな感じで、止められちゃいますので、上には行けません。これね、バーのおじさんのタスクの、ファーストステップパート2ですね。
をクリアすると、いきます。ちなみに、皮をね、動物の皮を納品するっていうタスクですね。この、車掌さんのタスクもやっちゃってください、同時に。これやらないと、実は、これ、いけないんですよ。まだルートが解放されてないんで。あとこれ、バッペ多分未解放なんで、そのうち解放されると思うんですけど。で、現段階ではここ危険なんで、放射能だらけなんでね、一応、または入らない方がいいです。初期武器はペイペイするんで、だいぶね、やりやすいかと思うんですけど、弾はね、幾分か、ない状態なんで、とりあえず、ワンレイド。金策兼ねてちょっとやっていこうと思います。スキルもね、全部リセットしたんで、何もないんですけど。とりあえず、戦闘というよりも、隠した者漁っていきましょう。この状態じゃ、イーゴルハウスなんて全くどこにあるかわからないんで、まあ、と言って戦闘してるんですけどね。いやー、全然これ、効かないなー。いきなり使っちゃってる、包帯。まだね、放射能とかガリガリ食らうんで、ないですね、中身。ある程度ね、放射能の、こういうね、ひび割れたやつとかね、近づきすぎるとね、放射能すぐ食らっちゃうんで、気をつけてください。あと、この時点で、基本的に、狼とかめちゃくちゃ危険です。あ、ここも、バンディットいますね。バンディットはね、今の武器じゃね、無理。なんで、適当に漁って。あ、すごい遅い。あ、拾える部品はね、部品とかの武器とかは維持中、全部拾っていきます。で、こういう味方の拠点も全部利用しちゃいます。あさるのすんごい遅い。ちょっと笑っちゃいますね。これもね、後々タスクとかで、ハイドアウトとかでね、必要になってくるんで、この食器類。一応集めちゃいましょう。で、脱出がこっちなんで、そのまま脱出しに行きます。動物の皮とかもね、今のうちに集めれる分は集めちゃいましょうか。ウサギから簡単に肉手に入るんで、まあ今回皮しか手に入ってないんですけど、皮しか手に入らないね。皮の時は売ってもいいかな。ウサギの皮は確かタスクなかったような気もしたんだけど、違ったっけな。久しぶりに最初からやるんで。これですね。全然経験値入らないね。はい。レベルが上がれば、ある程度は進みますね。まあ、最初のファーストステップはクリアしたんで、これでトレードじゃなく、トレードで、まずこれいらないからね。この辺をね、バンバン売りまくって。マスク。これで、とりあえずですね、ガンスミスで欲しいので、タスクファーストステップ2はですね、バンディットを倒して、ウルフも倒す。これをクリアすると上に行けます。で、これは使用します。で、スキルもね、見ての通り全然解放されてません。今やっとガンスミスが1になったぐらいですね。
と、基本的に説明なんですけど、ショップに売ってるこの本はね、スキル用のリセット本なんで、間違っても使わないように。エリートスキルとか、リセットして買いたい時に使うのもありですけど、基本的には買うことはないので。こういう感じでね、また最初からやっていこうかなと思います。私がね、2個しかないんでね、全然入らないですけど、ちょっと、楽しみながらやっていこうかと思います。完全これバンディットじゃないですね。バンディットですね、これ、カッコ。バンディットですね、もうカッコこれ。ちょっと笑っちゃいますね。こんな感じでね。ということで、以上、ホリーでした。